医院経営秘伝のタレ。医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。本日の音源は2023年7月12日に収録した音源です。皆さんこんにちは、株式会社マルの鎌形です。こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。医院経営秘伝のタレ第22回お届けしていきたいと思います。近藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では例のごとく近況からお聞きできればなと思うんですけども、なんか今年の夏はおかしいですよね。なんか梅雨が明けてないのに、はい、めちゃくちゃな気温になってたりね、はい、そうですね、もうあのセミがわーわー鳴いてますけど、うん、これって本当に梅雨明けしてねえのっていう感じなんですけどね。そうですね、これはもう地球の気候もね本当に刻一刻となんか変な方に向かってるんかなと思っちゃいますけど、そんな中でもね毎日歯の治療はしないといけない、うん、そうですね。で昨日ねお中元でさくらんぼいただいたんですけど、おお、いいですね。山形のさくらんぼっていうのが有名ですけれども、はいはい、これの時期はもうちょっと早いんですよね。おお、もう終わりがけなんです、はい、で今出てくるのが、うん、これがですね青森の方がくださるんですけど毎年、でこれが年々クオリティが良くなってまして、お今年のも特に素晴らしいんですよね。へえ、もう山形を超えるぐらいの感じ。お、うん、ただ山形ほどブランディングしてないんで、はい、値段も多分安いんだと思うんですよ山形より。うーん、だから皆さんにおすすめ、青森のさくらんぼは相当いいです、はい、相当いい、しかも高くない。いやいいですねそれは、はい、まだまだ発掘されていない。そうです、ね、なんかスター性があるわけですね、頑張ってると思います青森の農家さんね。いや皆さんぜひ青森のさくらんぼを購入してみてください、はいはい、ありがとうございます。じゃあ早速本題に入っていきましょうかね、はい、じゃ今日のご質問はですね歯科医あるあるなのかもしれないです、ちょっとマネジメントのご質問が来ております。読み上げます。女性スタッフ同士が揉めてしまい業務にも支障が出てしまっている状況です。空気も非常に悪い状況で何とかしなくてはと思ってはいるもののなかなか解決に至りません。こういったケースではどのように改善をしていけばよろしいでしょうかというご質問でございます。これはね人数がある程度いるとね、うん、本当に仲良しってあんまりないですよね。はあ、うん、もう3人いると派閥できるっていうぐらいで、うん、うちもね常にあります、はい、こういうことは。うん、そうなんですね、うん、でよろしくない人が多い時はものすごい多いですし、はい、うん、まあ、今そうはないですけど、うん、まず揉め事を察知した場合は、はい、その人同士がね、はい、全く同じ例えば受付に仲悪い同士が一緒にいるとかね、うん、そういう状況はよろしくないので、はい、配置を変えた方がいいですよ。あ、変えれたらね日常的に関わらないような状況にそう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 なるべくね、はあ、でも狭すぎて3人しかいないとかそれだとちょっとなかなか難しいんだけども、うん、まあ、少なくとも診療室内と受付に話しちゃうとかね、あと休憩の時間をちょっとずらさせるとかね、うん、同じ部屋で休憩を同じ時間に取ってるとそこにいざるを得ないというかね、はい、でだから嫌だから片方が外へ出てったりするわけですよ、うん、でこの今なんか暑いしね、はい、外なんか行きたくないよね、うん、そうですね、だからできればそういう距離を置かせるということが一つの案ですよね、うんうん、それであとね例えば喧嘩になっちゃってるとしたら喧嘩両成敗っていうことなんですよ、はい、結局、うん、だから片方が良くて片方が悪いって絶対言っちゃダメで私たちは、うん、経営者としてね、うん、お互いの意見をよくヒアリングすること、うん、なんか揉めとるらしいけど、はい、どんな感じって言ってそれぞれにちゃんと独立して聞くことね、うん、それで聞いた場合に判断をそこでするようなことを口にしてはダメなこと、うんうん、それはあんたが悪いとかね、あ、それは向こうが悪いとかね、あ、でそういうことはなるべく言わずに、うん、であなたの言い分は間違ってるっていうことも言っちゃダメで、うん、簡単に言うと相当へそ曲がりなこと言っててもあんたの言うことも一理あるねって絶対言うことですよね、あ、でこれは
何のためかというと、はい、話を聞いてあげるときに、うん、要するにコーチングですよね、うん、いかにうまく傾聴するかという、うんね、耳を傾けるということなんですよね、うんうん、だからこっちはあんまり喋らずに相手に喋らせるってことが大事ですよね。あ、吐き出させるとそれだけでストレスは減るじゃないですか、うん、ストレスが減れば喧嘩するパワーが減りますよね。そうですよね。あの動物でいうとあの生きり立った感じっていうかね、うん、あの攻撃的な感じがなくなるよ、ね、うん、確かに中和されますよね、だからまずは我々経営者はクッション材になるということに徹すると、うん、でそれもただクッションしてるだけじゃなくて、うん、積極的にそれぞれからヒアリングをしてガス抜きをするっていうことが大事なんですね、うん、でそのガス抜きの仕方も聞いてあげることと、はい、あんたが正しいということを必ず一個入れること、うん、相手が悪いっていうのはまあそういうこともあいつはそういうとこがあるかもしれんぐらいの、うんうん、あいつが悪いじゃなくて、うん、あの人はそういうところが性格があるかもしれんねぐらいのね、うん、なるほどねみたいな、うんうん、あんたの気持ちは分かるぐらいのね、うんうん、論理的に話すんじゃなくて感情的になってるわけだから、うん、あんたがそうやって怒る気持ちがとても僕はよく分かるよっていうのが一番効くんですよ、うんうん、共感してあげてるような感じですか ね、はい、そうですね、これもコーチングですよね。あ、だから仲裁に入るんじゃなくて、はい、お互いに共感してやれば、うん、心が和んで、うん、闘争心を消失させる方向に向かうと、うん、いうことじゃないかなと思いますね。いや、これ女性組織がゆえに先生のこの喧嘩両成敗じゃないんですけど、ジャッジせずにただただ相手が言いたいことを聞いてあげて、そうですね、共感してあげてってめちゃくちゃ聞いていきますよね、まあ、であとはいいことがあったら褒めてあげることですよね。要するに、はい、カリカリしてるってことは幸せじゃないんですよね、うん、だったら幸せを増やしていればいいわけで、はい、でも幸せを増やすって言ったってね、うん、その子と結婚してあげることはできないんで、うん、幸せを増やすにはまあとりあえずね、はい、あなたの話し方がね、うん、いいねとかね、うん、性格がいいよねとかね、うん、なんかいいねと言ってやればいいんですよ、うん、インターネットの世界でも、はい、いいねをつけるだけでね、みんな喜んどるわけでしょ、うん、まあ、いいねが欲しい、確かに、ね、100いいねがついたとかね、はい、そういうので満足しとるわけでしょ、うん、だからいいねのクリックするよりも本人にいいねって言ってやった方がいいよね、うん、そりゃそうですよね、うん、しかもその組織のトップの委員長から承認されるんであれば、うん、まあ、気持ちが悪くなる人はいないですよね、気持ちよくなる人も、そうそう、で、例えばの話、髪の毛をカットしてきたら、はい、今回の髪の毛はいいねと言うとかね、はい、そしたら旦那も気づいとらんのに先生は気づいたんですねって言われることもあるしね、はーはーはー、大事ですね。それも自分からは分からんもんですから、はい、他のスタッフに聞くんですよ、あ、そういうことって、あ、彼女美容院行ったみたいですねとか言う人がいるわけね、僕に、はあ、そうなんだと僕は気づいてないわけですよ。あ、そしたらその人に今度すれ違った時に、うん、あ、髪切ってなかなかいいじゃんみたいな風で、うん、まあ、さらっと言うだけですけどね、うん、あんまり言うとセクハラになります、ね、いやでも嬉しいですよね、そうやって気にかけてくださるだけでも。まあ、だから揉め事が起きづらくするには、うん、いい気分で仕事させると、うんうん、これが一つの解決策、うん、じゃなくて未然に防ぐ、あ、そういうことですね。そのためには何でもいいから褒めとく、なるべくけなさないと、うん、これ先生今とても重要なことを教えていただいたと思うんですけど、先生はもう昔からこういう対応をずっとされてきたんですか、女性スタッフさんに対して。わかんないですけど、若い時はできなかったじゃないですか。あ、うん、やっぱりいろんな経験の経て、そうですね、ただ女性を理解するっていう点ではやっぱり大人にならないと無理じゃないですかね、ある程度、うん、若い時は女性をなんとか自分の思う通りにしたいみたいなね、はい、そういう変なことを考えるんですけど、はい、大体他人が自分の思う通りになるわけないですよね、うん、だから自分が見方を変えるしかないんで、はい、このスタッフには、うん、こんだけ欠点があるけど、うん、一個だけいいことがあったじゃないかみたいな、はい、うん、そういう見方をしていく方が絶対いいと思いますね、うん、あ、いいとこばっかの人なんて
いるわけないし、うんうん、ましてや零細企業に就職するわけがないんで、ね、うんうん、お互い欠点だらけの人間だと、うん、自分なんかもうひどいもんだと、うん、それに輪をかけね、年取って強情になりね、いい、うん、だから、まあ、お互い欠点だらけだけど、まあ、いいとこを見てやっていきましょうと、うん、そんな感じですよね、うんうん、先生も年を重ねるごと経験を重ねるごとにご自身の捉え方を変えていったってことなんですね。そうです、相手をだから教育して変えるとかそんなんはもう最低限の教育はしますけどね、うん、言葉遣いがそれはダメとかね、うん、身だしなみのそれはダメとか、うん、まあ、そういうのは比較的ちゃんと浸透するじゃないですか、ある程度はね、うんうんうん、だけどこの人の人格ダメっていうのはね、はい、人格は変えれませんので、うん、その要因が複雑だし、はい、遺伝的要素から環境要因まで育ってきた今までの歴史があるので、うん、はい、それは職場では変えれませんから、うん、その人のキャラクターの中で良いとこは伸ばし、うん、悪いとこは固めつぶっとくと、うんうん、で悪いとこもねやっぱりしょっちゅう目につくもんですから、はい、毎回言うとねへこんじゃうんですよねやっぱり、うん、だからあまたやってるわと思っても僕はそういう時にね、はい、誰々さんがこうなっちゃうのはもうね自然現象だと思いなさいって言ってるわけ周りの人に。なるほど、うん、すごいブーブー言われることあるんだけど、うんうん、あの人ってこうなんですよねいつもとか言って、うん、何人かに言われることあるんだけど、うん、いやもうそれは治らないから、うん、天気と一緒なんだから、うん、もう諦めて、うん、そういう自然の摂理だと思って諦めろと、うんうん、って言うと変なのとか言ってますけどねスタッフたちは。なんかそこで先ほどの冒頭のお話じゃないですけど先生がそこに賛同しちゃったりしたらなんかすごい危険な気がしますね。そうですよね、今のところで、うん、だからそうだそうだあいつはこういうとこ悪いんだという言い方はやっぱしない方がいいですよね。うん、うん、ただ僕も分かってるよとは言いますよ、うんうんうん、でもそれを直そうというのは無理だから、うん、ね、天気と一緒だと思いなさいと、うんうん、で特にもう何歳超えたら無理だよみたいなね、はい、ベテランスタッフに対するブーブー言うのって結構あるんですよね。あ、うん、だけどもう、うん、例えば僕とそう年の変わらんスタッフが今更性格変わるわけないもんね、うん、まあそうですよね長年そこで生きてきたわけですもんね。そうそう、確かに。だから僕がまだね青年だった頃から彼女はいるんだと、うんうん、今老人になっとると、うん、ね、彼女も老人になったと、うん、もう今更老人は帰れんって分からんか、うん、お前たちって言うと、うん、ああそういやそうだよねみたいな、うんうんうん、あなたのお父さんお母さんの性格今更変わらんでしょって言って、確かにあなたのお父さんより年上じゃんあの人って言ってその例なんかめちゃくちゃ刺さりそうですね、なんか、うん、はい、確かにって思いますね。だからまあ揉め事が起きたらまとめますとね、はい、まずヒアリングをしっかりして、うん、心を寄せて、うん、業務にも支障が出てしまっているけど方法としてはさっき言ったように配置を変える、うんうんうん、あとはそれ以上の揉め事が発生しないためにはお互いのヒアリングによって心を落ち着かせて興奮状態から冷めさせる、うん、空気が悪いのはこれはね時間が解決するよね。うーん、やっぱりピーク時はあるけど、はい、飽きてくるじゃないですか、うんうん、喧嘩も、うんうん、だから非常に良くない状態もありましたけどうちも、はい、A さんと B さんが、うん、でも今配置も変えて、うん、まあ、それなりに会話もしとるもんね。うん、顔も見たくないって言っとったけど一時、あ、まあ、やっぱり何でも熱すれば冷めていくんですね。時間が解決するっていう問題もあるので、うん、ほっとくという方法もありますよね。なるほど、いろいろ出てきますね。やれることがありそうですねこの方も、うん、あとは自然現象として諦めると、はい、いうことじゃないでしょうか、うんうん、いや、ありがとうございます。終始先生の捉え方の部分がすごく参考になったなという感じがしましたので、ちなみに先生このテーマでその他他に伝えておきたいこと。あんまりひどい人はねやっぱりね、はい、うん、いつか辞めていくんですよ。うん、うん、ほっとくとね、なぜか、あ、自然に、はい、うん、あんまり今クビにもできない時代なので、うん、じっと観察してるとそういう風になってますよね今まで見てると。うーん、あまりにもやっぱり人に迷惑かける人とか、はい、あまりにも非常識な方はお辞めになっていかれますよ、ね、うん、自然にやっぱりそういう流れになっていかれてきたわけですね、うん、と思います、うん、でもこの
お尋ねの先生は、はい、同格の2人が揉めてるって感じしません？これなんかそうですね、なんとなく、うん、はい、2つの柱がぶつかり合ってる感じは、うんうん、なんとなく見えますね。まあそんな感じで、うん、時の流れに身を任せるのも必要ということですね、うんうんうん、ありがとうございます。ぜひ今日のヒントを種に試行錯誤していただいて、状況が少しでも好転すればと思います。ということで第22回お届けいたしました。近藤先生ありがとうございました。ありがとうございました。女性スタッフがないとね、はい、やっていけませんので、はい、女性を大切にしましょうということで、うん、締めくくりたいと思います。はい、ありがとうございます。今回の音声はいかがでしたか？この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。